ミュージックチャルメラドーン。この番組はプロアマ問わず、またオリジナルカバーも問わず、素晴らしいアーティストの演奏曲を音芝居を交えながら月1回更新でご紹介していく番組です。こんばんは。おいらっしゃい。お、お疲れ様っす。あら、ケント君来てたのね。はい、待ってたんすよ、二人を。そうなの？へへへ、会いたかったんす。何かあったの？ああ、お二人にちょっと報告があって。報告？何何？気になるわね。まあ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 、後でゆっくり話します。しかし、なんかすごい荷物っすね。ちょっとバーゲンに行ってきたんだよ。お買い得だったのよ。ケント君の彼女とあゆかちゃんにもプレゼントがあるわよ。マジっすか？あざっす。さあさあ、お二人ともおかけになって。ありがとうございます。まずはお飲み物、何になさいますか？ちょっと暑かったので冷たいビールにしようか。そうね。じゃあ親父さん、ビールで。はいよ。親父さんもケント君も一緒に乾杯しようよ。ありがとうございます。何時頃から来てたの、ケント君？1時間くらい前っす。そうなんだ。一人でなんて珍しいね。へへへ。みんな入ったかな？大丈夫。じゃあ乾杯。乾杯。うわー、喉が渇いてたから美味しい。ほんとねー。冷えたビールがうまい季節っすね。本当に。で、ケント君、報告って何なの？あ、はい。実は、あゆかが結婚したいって言ってきて。あゆかちゃんが？はい。で、彼に会ってほしいって言われて、俺混乱してしまったんす。で、ここに来てさっき親父さんに話を聞いてもらったんすよ。そしたら親父さんが、きっとあゆかの彼も結婚準備を進めている今の俺と同じ気持ちなんじゃないか、もしかしたら今の俺はその彼と一番分かり合える人間なのかもしれない、もしかしたらいい理解者、いい家族になれるかもしれないって言ってくれて、それを聞いてなんだかモヤモヤが消えてすっきりして会うことにしました。で、お二人にも報告しないとって思ってたんす。そうだったんだ。さすがは親父さん、とても響くアドバイスですね。ほんとね。あゆかちゃんもよくよく考えて決めたんでしょうね。うん、その彼いい人だといいね。はい、会ってしっかり話を聞いてきます。最近おめでたいことが続くわね。なんだか焦るわ。本当に、僕もそろそろしっかりしないといけないな。あら、あなたは何をしっかりするの？何よ、何何？ああ、例えば料理とか少しはできるようにならないとお嫁さんもらえないよなって。お兄さん、普段の食事はどうしてるんですか？コンビニやスーパーのお惣菜、お弁当みたいな。あら、栄養バランス良くなさそうね。お野菜もしっかり取らないとダメよ。一応カット野菜は時々食べてるんだけどね。調理器具は揃ってるの？一応小さい片手鍋とフライパン、切れ味の良くない包丁が一本あるけど。
もうそれだけあればそれなりにお料理できるじゃない。切れ味の良くない包丁はいただけないけど。決めた。じゃあ今度私が何か作りに行ってあげる。本当に？うん。だってあなたがもし体壊したら心配じゃない。で、どんなものが食べたいの？言ってくれたら腕を振るうわよ。じゃあほうれん草のおひたし。ほうれん草のおひたし？あら、あなたほうれん草のおひたしが好きなの？うん。実家にいた頃は母さんがいつもテーブルに置いてくれていたんだよね。お母様が？うん。ああ、お袋の味っすね。亡くなられたお母様の思い出の一品ですね。はい。母のはいつもちょっとしょっぱくて、でもそれが僕にとっては我が家の味なんです。僕が就職して町に出てきてすぐに母の味を真似してほうれん草のおひたしなんかを作ろうと思ったんですけど、うまく作れなくて。母が亡くなった後、父も懐かしさからか頑張って作ってましたけど、やっぱり同じ味にはならないって言ってました。味付けって難しいものですね。家庭料理、お袋の味というのは文字通り人それぞれの心身に染み込んだ記憶のようなものですからね。はい。でもマリアの手料理なら何でも嬉しいよ。ありがとう。わあ、なんだかハードルが上がっちゃったわ。私は私の味付けだけど作ってあげるわね。じゃあ僕も頑張って何か作るよ。あんまり美味しくないと思うけど一緒に食べよう。あら、それは楽しみだわ。おお、なんだかお二人いい感じじゃないですか。いやふと思い出す懐かしい景色や音、匂いや味、そして感触。そこに愛情というスパイスが加わるとかけがえのない記憶となりますよね。そんな思いが込められた歌がありますのでご紹介します。初めて一人きりで暮らし始め二月、初めて一人きりの誕生日迎えて、新しい環境と輝く街に心踊らせた日々、慣れてきた頃、目を閉じれば優しい笑顔浮かぶ、当たり前にあった懐かしい、テーブルにはいつものほうれん草。少しずつ友達もできたけれど、自分から今日誕生日なんて言うのもなんだかね、豪華なケーキよりも少し
少し商売。あの味を知りたくて電話してみた。18年毎日聞いた声が受話器の向こうで適当よなんて言葉よりもなんだか少し嬉しそうで。でも僕はこの街で大人になると決めたから、前を見て生きてゆくから、目を閉じれば優しい笑顔浮かぶ。当たり前にあった懐かしいテーブルにはいつもの飾らない料理。ほうれん草うまく作れなかった。当たり前じゃない愛しい街、愛しい人の中で僕は守られていた。19歳誕生日、僕は一人じゃない。素敵な曲。さりげなくも温かい家族愛ですね。なんだかうちの母の記憶と重なります。懐かしさがこみ上げてくる歌ですね。本当。どなたの曲なんですか？以前二人組のユニットヨナの一人としてご紹介した山本直さんの最新作日常というアルバムに収録されているほうれん草という曲です。実話を元に書かれたそうですよ。お袋の味っすか。うちはテーブルには肉じゃがが置いてありました。私のうちも肉じゃがだったわ。ほうれん草肉じゃがもそうなんですが、味の工夫としてごま油を少し垂らすことでさらに美味しいお酒の魚になりますよ。夏が近づくとそうめんなどの冷たい麺類を食べる機会が増えると思うのですが、梅雨に少量のごま油を加えるとこれがいい仕事をするんです。ぜひお試しください。いりごまではなくごま油ですか。ごまの香りが食欲をそそりますね。さすがはお父さん。私もお父さんみたいにお料理うまくなりたい。ごま油もそうですが、誰かのために美味しいものをという気持ちが何よりの味付け、スパイスなんですよ。きっとマリアさんは素敵な奥さんになると思いますよ。あら、お父さんたらありがとうございます。ちょっと怖そうっすけどね。もう、ケント君マリア。ん？何？心配してくれてありがとうね。当たり前でしょラジオ音芝居&音楽ミュージックチャルメラドーン。次回もお楽しみに。